でやらせていただきます。植民地支配とか植民地支配責任ということは、よく語られるので、まあ、誰でも知っている言葉かと思いますが、植民地支配犯罪という言葉は多分ほとんどお聞きになったことがないと思います。で、国際法上そういう犯罪はありません。ありませんが、30年ほど前に、国連で植民地支配犯罪という犯罪を作ろうという議論がなされたことがあります。で、それを中心に今日ご紹介をしようと思って、このタイトルでやらせていただきます。私、平和力フォーラムの前田明と申します。というか、平和力フォーラムというのもお聞きになったことないかと思います。市民運動の世界には平和フォーラムという大変大きな団体があって、そちらにご迷惑をおかけしているんですが、私この10年余り、もう15年になりますからね、平和力フォーラムという名前で、こういう企画をやってきました。細々とやってきましたが、これは今日もそうですが、ここ豊島区の施設ですので、この部屋を借りるのに団体名が必要になりますので、そういうこともあって、平和力、2009年10年頃に平和力を鍛えるというような小さい本を作ったことがあって、それから平和力養成講座という本を作ったこともあるんですが、それ以来この平和力フォーラムという名前を使っています。ただ、会員制でも何でもないので、いろんな方にご参加いただいてご協力いただいてますが、平和力フォーラムというのは長い間私一人でした。その後、私のパートナーが加わって今2人でやっていると。パートナー今受付をしておりますが、昨日一生懸命クッキーを焼いていて、今日販売しているので、ぜひ宣伝しろと言われておりますが、彼女の手作りのクッキーをそこで販売をしております。で、お手元にレジュメをお配りしてます。基本的にこれをお読みいただければお分かりいただけるんですが、メインは、この目次の3のところですね。国連国際法委員会の植民地支配犯罪、それから4のところのダーバンにおける、人道に対する罪としての植民地支配の、この2つがメインになります。おまけで5番目に人道に対する罪条約草案というのもつけておきましたが、メインは3と4になります。で、その3と4の前提になる問題意識や日本での議論状況が1と2ということになります。で、目次だけ見ても漢字がいっぱい並んでてですね、しかも国際法ということで、やたら難しそうな話になります。難しい点は確かに難しいんですが、大学の授業で言えば3だけで90分、4だけで90分、5だけで90分やるぐらい、もっと時間かけてもできるんですが、そのぐらいのテーマをちょっと圧縮して1回でやろうと思いまして、こういう構成にしました。で、活字ばっかりご覧いただくと疲れるので、ちょっと、関連する、写真をご覧いただこうと思います。この写真は、ジュネーブという町のど真ん中です。国連国際法委員会という委員会が、ジュネーブの、国連欧州本部の中で、ニューヨークでも開かれるんですが、国連といえばニューヨーク、そして、ヨーロッパでは、ジュネーブになります。で、ジュネーブの、国連欧州本部でよく開かれますので、その町のど真ん中です。見えるのはレマン湖という湖で、噴水があります。60メートルの噴水です。私は1994年から、30年近く、ずっと春休み夏休みにここに通って、国連の人権機関などに参加をしてきました。見慣れた場所ということになります。
同じ、場所ですが、見える橋がモンブラン橋で、向こう側にさっきの噴水がちょっと霞んでますが、で手前がローヌ川という川で、レマン湖から流れ出す川になります。モンブラン橋とあるようにこの橋右にずっと行って、まあ、何キロもあるんですが、ずっと遠くに、モンブランの山がある場所です。モンブランはスイスではなくてイタリアとフランスの国境ですが、まあ、この町が、まあ、モンブランに一番近い大きな町ということになります。で、まあ、どうでもいい写真なんですが、花時計といってジュネーブの顔と言われています。まあ、花壇の花がいつも、きれいに、飾られているところで、まあ、観光客、私たちはよくここで撮影をする場所です。これあのジュネーブで一番有名な人物です。ジャン・ジャック・ルソーです。社会契約論、人間不平等起源論、エミールなどの著者です。まあ、ジュネーブ生まれ、ジュネーブの旧市街の街中で生まれたので、彼が育った家は今ミュージアム、ものすごい小さいミュージアムになっています。ここから国連関連になりますが、正面奥にあるのが、国連欧州本部の建物です。かつての国際連盟の本部です。第一次大戦の後、ベルサイユ講和条約で国際連盟が作られるわけですが、その本部だった建物です。で連盟が潰れて第二次大戦になり終わって、新たに国際連合が作られて、国連本部はニューヨークにありますが、この建物も国連の施設として今使われています。旗がたくさん立っているのが見えますが、193本ですかね今。で大きな茶色い椅子があります。でここ平和広場という広場なんですが、あの茶色い椅子は足が1本折れてます。これ対人地雷禁止条約を作った時に、その、先頭に立ったグループ、まあ、民間の NGO のグループがここに許可を得てこの椅子を作ったものです。なんか長ったらしい名前で下に説明が書いてあるんですが、よくわからないのでみんな単に椅子と言ってます。ジュネーブで椅子で待ち合わせというと、この場所で待ち合わせになる場所です。対人地雷条約のオタワープロセスです。ちょうどこのニュースが今日、流れているわけです。アメリカが、ウクライナに、対人地雷を供与するというのが今日流れたニュースです。アメリカはこの条約に入ってないので流すわけですが、まあ、国際法違反の戦争犯罪になるわけですね。まあ、ロシア側、プーチン側の戦争犯罪は大騒ぎしますが、ウクライナ側については日本ではなかなか口を閉ざすことになりますが、対人地雷をもし使えば、やはり戦争犯罪だろうと思います。これ先ほどの旗です。ABC 順で並んでいるので、奥の方に J の場所に、日の丸があることになります。これはちょっとその近くにある WHO の本部です。世界保健機関ですね。4年前の3月にここで新型コロナのパンデミック宣言が出されました。その時私ここにいたので、大慌てで WHO の前に行ったら、ものすごい取材陣、各テレビ局のバス、大型バスがいっぱい来てました。すごい状態だったのを覚えています。その WHO のすぐそばに立っている石碑ですが、これはちょっとこれだけ見ても分かんないんですが、ちょっと見えにくいですけど、上の方がフランス語で、下半分が英語ですが、ここに書いてあるのはインデペンデント WHO という団体、 WHO は独立しろという団体です。何から独立するかといえば、当然、国際原子力機関 IAEA や、アメリカや
何やらから独立せよ、あるいはロシアからも独立せよという意味になります。で、過去現在および将来のニュークリアパワー、まあ、核力ですかね、原子力の、全ての被害者の、まあ、記憶ということで書かれています。日付が一番下、2007年の4月26日から2017年4月26日まで10年間ここで、スタンディング、をやっていたわけです。10年間やりましたという、この4月26というのはチェルノブイリの日付になります。そのスタンディングの一コマです。真ん中はチェルノブイリと福島と書いてあります。右側は日本の新聞です。あれ持ってるのが私のパートナーになります。WHO の建物の前で こんな風に、まあ、小さい規模ですけど 10年間、抗議のスタンディングをやり続けましたというのが先ほどの日です。こんな感じで、立ってるということですね。私 ここのすぐそばの宿にいつも泊まってたので、だいたい毎日ここを通るのでよく、参加したりしてました。こんな感じですね。こちらは ILO の建物です。国際労働機関 ILO の本部になります。まあ、ここでも日本軍慰安婦問題や、徴用工の問題、何度も議論してもらった場所ということになります。あと全く別になりますが、これは国際知的所有権機構の建物です。まあ、ジュネーブという町にはこういう機関がたくさんあるので、ちょっとご覧いただきました。これが国連人権高等弁務官事務所になります。よくあの重大人権侵害とか戦争になると人権高等弁務官がアピール出したというのは日本でニュースになっていると思いますが、ガザの問題でも、国連の人権高等弁務官が、抗議したというのはここから出ているものです。ただ、まあ、ガザで一番大きかったのはここではなくてニューヨークの、国連人権高等弁務官事務所、ニューヨーク事務所の所長が抗議して辞めたというのが、去年の11月ぐらいですかね、ニュースになっていました。その人も、若い時はここで働いてて、その後ニューヨークの、事務所長になっていた方です。で、ここまでがちょっと一旦写真ということで、お手元のレジュメ2ページをご覧ください。軍事支配合法性論争と書きました。かつて、1990年代から2000年代にかけて日本でも、朝鮮植民地支配が合法だったか違法だったかという論争をしたことがあります。まあ、歴史学者や国際法学者が論争してたので、必ずしも一般的に知られてたわけではないんですが、何を言ってたかというと、やっぱり手始めは1992年に国連人権委員会に日本軍慰安婦問題が、提起されて、そこから議論が始まったということがありました。で、日本政府はですね、92年の時には事実を認めなかったわけです。しかし93年になると、事実は一応認めるとしても、それは国際法違反ではなかったと主張する。で、さらに仮に万が一国際法違反だったとしても、サンフランシスコ講和条約や日韓条約で解決した、もう終わった問題だというのが93、4年頃の日本政府の見解でした。まあ、その後も日本政府の見解少しずつ変わっていったりするんですが、まあ、でもやはり当時から現在まで含めて、サンフランシスコ条約や日韓条約で解決したのだという、そこが基本線になっています。で、それに対して1996年のクマラスワミ報告書、これ女性に対する暴力特別報告者のラディカ・クマラスワミさんの報告書、その中で、国際法違反であり、なおかつ、
サンフランシスコ条約では解決してないということが書かれて、日本政府は法的責任を認めなさい、謝罪して補償しなさいという勧告が出たわけです。でこれ我々が翻訳した本、2000年に明石書店から出した本に、熊田さんみさんの4つの報告書を収録してあります。それから98年に、マクドゥーガル報告書というのが出ました。国連人権小委員会の特別報告者のマクドゥーガルさん、ゲイ・マクドゥーガルさんの報告書で、これも松井あゆりさんや私で翻訳出版をしましたが、ここでは、人道に対する罪だった、奴隷の禁止に違反していた、だから日本政府の責任だというのが出ました。でその後2000年に女性国際戦犯法廷、松井あゆりさんをはじめ日本そして韓国フィリピン等々アジアの女性たちが総力を挙げて取り組んだ法廷で、奴隷の禁止違反であり人道に対する罪であった、そういう議論をしたわけです。でこの時に実は議論は 2段階あるわけです。今単純化して言いましたけど、日本軍慰安婦問題について奴隷の禁止違反だ人道に対する罪という議論と、その前提としてそもそも朝鮮植民地支配が違法であったという議論と二段構えになってたわけです。まあ単純化するために慰安婦問題に絞ってよく議論してましたけど、日本政府としては例えば徴用工が分かりやすいんですが、植民地支配が合法的であった、で合法的なもとで仮に強制動員とかそれやっても合法的である、日本人だって強制動員の対象になったんだ、何も朝鮮半島の人だけ強制動員したわけではない、差別はありませんという話なんですね。でちゃんと法律に基づいてやりました、合法的ですというのが日本政府がよく使ったロジックだったわけです。そうすると前提としてそもそも植民地支配が合法だったか違法だったかという問題と、それから慰安婦問題について合法だったか違法だったかという問題とがクロスすることになります。で両方の議論を当時やってました。でその中で1の括弧2のところですが、当時の国際法、仮に1910年、あるいは1930年代でもいいんですが、当時の国際法に基づいたらどうなのかという議論になります。でそうすると実は1910年当時の国際法は植民地を禁止してない、植民地を容認してる、それどころか植民地帝国が国際法を作ってたわけです。近代国際法っていうのは、イギリスやフランスやスペインやポルトガルやオランダが作った近代国際法です。みんな植民地宗主国です。植民地帝国が自分たちの間でルールを決めたわけです。つまりイギリスがスペインやオランダに向かってルール違反するなと、フランスがイギリスに向かってルール違反するな、その時にそのルールを守るのはヨーロッパの大国だけなわけです。でアジアやアフリカやラテンアメリカは文明国ではない、したがって植民地にしても良い、ただし何でもかんでも植民地にできるのではなくて、ちゃんとルールを守って合法的にやりましょう、だから植民地化には法形式手続きが必要だ、手続きを守って植民地にすればよろしいのだという時代だったんです。でそこで問題になるのが、日本の韓国併合についてちゃんと手続きを守ってやっていたかという話なんです。まあ、植民地にされる側から見ればですね、手続きもへったくれもあるか、植民地にされること自体がけしからん、当然そうなる話ですが、植民地を容認していた国際法ですから手続きを守ってればよろしい
という時代だった。で、日本はアメリカやイギリスから教わって一応その手続きでやっていたということです。とりわけ1902年の日英同盟が大きいので、日本はイギリスの指導のもと、イギリスの援助をもらって、東アジアにおけるロシアの封じ込めとか植民地化を進めてましたので、日本としてはそれなりに守っていたという言い訳になるわけです。で、ところが、1-2-4 ですが、1910年の韓国併合条約の前提となったのが1907年の日韓協約、そしてさらにその前提になったのが1905年の日韓協約なんです。で、この1905年の日韓協約で日本が大韓帝国の内政に口を出す権限を得る、そして1907年の協約で大韓帝国の外交権を日本が行使するというふうに順番に権限を強化していくわけです。その到達点として1910年の韓国併合条約が結ばれた。全部ちゃんとやってますということなんですが、実は1905年の日韓協約に2つ問題点があったわけです。1つは脅迫をしたというものです。当時の大韓帝国の首相らに脅迫をして、武力で威嚇し、脅迫をして無理やり条約を締結した。これは当時の国際法から言ってもダメですねという話になる。それからもう一つは、これ韓国側から指摘があったんですが、この1905年の日韓協約には大韓帝国の皇帝のハンコが押してない、署名もハンコもないというものです。日本的に言うと御名御辞というやつですね。ちょっと韓国語でなんていうのかちょっと私覚えてませんが、大韓帝国皇帝の許可がない、そうするとまだ発行してない、そういう条約じゃないかということで問題になったわけです。で、細かなことは省きますが、この時の議論で日本の歴史学者や国際法学者の多くの結論は、いろいろ問題はあったけど違法とは言えないという見解が有力になったんです。日本政府はこれは当然、合法である、手続きに何の問題もないと言ってたわけですが、手続きに瑕疵がある、脅迫があった、ハンコが押してない、この問題をどう見るかという時に、1930年代の国際法の見解の中に、小さな瑕疵は、条約の効力を損なわないという見解があったので、いろいろ問題はあったけど小さなミスだからいいんだというのが日本の研究者の結論、決着が出たついたっていうほどじゃないんですが、有力な見解になります。で、そのためにこの議論その後、力が入らなくなるという形になりました。小さなミスかどうかというのは日本側は小さなミスというわけです。韓国側から見たら冗談じゃないという話ですが、日本の中ではそれで、収まってしまったということがあります。で、しかし 1-3 のところに挙げてますが、もともと1965年の日韓条約の時にもその議論してたわけです。で、中身までは言ってないんですが、おおむねの議論としては、65年日韓条約の時にはすでに無効であるという言い方なんですが、日本政府は65年の日韓条約ができたことによってかつての植民地支配に関する、諸文書が効力を失ったという解釈をするわけです。で、韓国側はそうではなくて、65年の日韓条約でかつての植民地支配に問題があったことを日本が認めた、もともと無効だったんだ
という解釈をするわけです。で、全然違う解釈をしているのに、日本と韓国はそこは詰めずに条約を締結してしまったので、その後ずっと論争の種になっているわけです。まあ、未だに、これ決着してないわけです。だから本当であれば日韓でこれ国際司法裁判所に行かないといけない。国際司法裁判所に行ってこの65年日韓条約をどう解釈するか決着つけないといけないのに、つけないまんま今日に至ってるわけです。来年が50周年で、これが全部の始まりなんですね。慰安婦問題も徴用工もその他含めて日本と韓国の間の歴史認識の問題っていうのは、この65年の曖昧な決着ですれ違ったままやってきた。結局何も解決しないという話になるわけです。で、ところが2018年にこれは徴用工をめぐる判決ですが、韓国の大法院の判決が出たわけです。で、この時に不法な植民地支配という言葉を使って、徴用工の問題はもともと不法な植民地支配の下で行われた重大人権侵害であり、当然違法である、その責任は日本にあり、したがって当時実施した民間企業、日本企業の責任を追及することができるという形になったわけです。で、これを聞いた安倍晋三首相が、大騒ぎをしたわけですね。韓国が国際法に違反していると、日本側の国際法の解釈が正しいのに、大法院判決は国際法を無視している、とんでもない判決だということで大騒ぎをしたわけです。しかも制裁をするなんてことまで後々言い出して今日に至ってるわけですね。で、この時の、韓国政府の対応が弱かったと私は思いますが、とりわけ今の大統領になって、完全に日本側にこびる形で、判決を履行せずに、韓国政府が代わりにお金を出すとかですね、いろんなことが動いてきてるわけです。で、結局これも同じ問題が決着ついてないままだから、日本と韓国の間で、あるいは、被害者原告と、加害者企業の間で結論が出ない。で、日本政府が、ご利用収して韓国政府を黙らせる。で、大元では、アメリカから日本に対して早く何とかしろと言われている中で、アメリカも中身には口出してないようなので、日本が韓国に、一方的に押し付けるという形で未処理のまま終わってるわけです。これが従来の植民地支配合法性論争なわけですが、この2018年の韓国大法院判決が出たことで、先ほど申し上げた議論がもう一度浮上してくることになります。もともと決着つけてないわけですから、どうしてもここに戻るということになります。で、それを今一番精力的に議論しているのが戸塚悦郎さんです。で、弁護士で元龍谷大学教授です。で、冒頭申し上げた1992年に国連人権委員会に日本軍慰安婦問題が提起されたと言いましたが、これ戸塚悦郎さんが国連人権委員会に報告をしたわけです。そこから始まってます。そして戸塚さんは先ほどの、脅迫行為があったから1905年の日韓協約は無効じゃないかというのを最初に、論文を書いた方です。ただ当時その論文自分の名前で発表してなくて、国際融和会という NGO の名前で国連で発表してるんですね。日本で発表してないんです。で、なんで日本で発表してないか、これものすごい大騒ぎになるだろうということで、当時戸塚さんから相談を受けた人たちは、それ日本で発表するとやばいよ、あんたの命がやばいというそこまでの話を当時していた。そういうことがあって戸塚さんも悩んだ結果、
国連という場で英語の論文を発表する。自分の名前ではなくて国際友和会の名前で発表する、そういうふうにしてました。その後、いや国連でこんな論文が出てますよと言って自分で紹介するわけです。そういうやり方をしてたんですね。でただ先ほど言ったように日本では一旦収まっちゃったので、今回改めて2ページの一番下から3ページ、戸塚さんはいろいろ書いてます。一つは、これはアジェンダというグループの雑誌等に書いたものをまとめたブックレットですが、日韓関係の危機をどう乗り越えるかという一冊本ブックレットです。その中に第4章として、植民地支配が不法なわけはということで、もっと驚くべきことを言い出しました。これちょっと私たまげたんですが、3ページの上から3行目です。1905年の日韓協約は脅迫行為があって結ばれた、だからおかしい、皇帝のハンコが押してない、だからおかしいという前に、そもそもその協約の成文がない、文書がないんです。で後になって1920年代30年代に発表された文書があるんですが、それには何のタイトルもついてないんです。文書の名前も書いてない、作成者名義もよくわからない。つまり、まあ、これ日本政府が保管してるんですが、その原本というのは日本政府の中で勝手に作った文書で、韓国側に見せたかどうかすら定かではない、そういう文書です。出来上がった条文のタイトルがない。これ仮に日米安保条約でですね、成文が英語だけで日本語がない、英語だけでタイトルがない、日本にない、ワシントンにあります、そういう条約あるか、これありえないわけです。日米安保条約はもちろん英文がありますが日本文もあって、当然、両方の合意のもとに文書確認して翻訳間違ってないか両方揃えて確認して出来上がった、だから英語と日本語が成文になるわけです。ところがそれが日韓協約にない、だからそもそも条文がないじゃないかということを戸塚さんが言い出して、ここは私自分で調べたことないんで分かりませんが、その、日本政府が保管している原本なる偽物の写真も、戸塚さん日本政府のところ行って写してきて発表してますので、ここはきっちり議論しなきゃいけない部分だろうと思います。そして3ページの上の括弧に戸塚悦郎の研究にというところですが、戸塚さんの専門の論文が流国法学という雑誌に、一昨年から昨年にかけてですかね、4回にわたって連載されてます。韓半島植民地支配の不法性という論文です。でこれオンラインで入手できますので、インターネットで、流国法学、韓半島植民地支配、あるいは戸塚悦郎などの名前を打ち込めば全部見ることができます。全部でそうですね、200ページ4回まとめて200ページぐらいありますかね。そういう大論文を書いています。でその1からその4のポイントは次の黒丸4つです。1番目が、まあ、強要があった、脅迫強要があったから無効である。2番目が、そもそも協約の原本がまともなものが存在してない、そんな国際条約はありえない。で3つ目はちょっと性格が変わるんですが、安潤軍裁判における植民地批判、これちょっとポイントだけ言うと、まあ、伊藤博文を暗殺した安潤軍が、捕まった時に自分は、独立軍の義兵として戦争行為をやってるんだ、単なるテロではない、だから独立国家の兵士として扱え、だから国際法で裁けという主張をしているわけです。自分がやったのは国際的な関係の中での独立のための戦いだから、
もしそれが違法だというのなら国際法で裁いてくれと安潤軍は一生懸命主張してたわけです。でそれに対して日本はいえいえ国際法なんか使いません、日本の法律でやりますと言って速やかに有罪判決で速やかに処刑してしまったわけですね。ですからその時にこの植民地支配の合法性不法性がまさに表に出るギリギリのところへ行っていたということです。でこれに対して日本政府は理論的に何の応答もできなかった。安潤軍の正義に対して日本政府はどういう反論ができたか、できなかったじゃないかというのが戸塚さんの考え方です。だから4つ目、これも私知らなかったんですが、韓国の中立宣言、実は1905年の1年前、1904年に大韓帝国皇帝の名前で局外中立宣言、当時は局外中立という言い方がよくされてましたが、中立宣言をしてます。で中立というのは、まあ、皆さんご存知、スイスが永世中立国である、あるいはオーストリアやマルタが永世中立国、あるいはコスタリカも中立国ということで知られています。でこの中立国というのは19世紀以来の国際法で、中立国を巻き込んではいけない、つまり例えばフランスとイタリアが戦争するときにその間にあるスイスを巻き込んではいけない、中立国なんだから手を出しちゃいけませんよ、その代わりスイスはどちらにも協力しませんというのが中立なわけです。でそういう中立概念が国際法上認められていたのが、まあ、18世紀から19世紀にかけてで、少なくとも19世紀半ばには確立していた。でそれを使って大韓帝国は1904年20世紀になってから中立宣言をしている。でそれを知りながらというか、それを知ったがゆえに、その直後から日本は朝鮮半島に退去して、軍隊を派遣して、いわゆる日露戦争に、乗り込んでいるということになります。大韓帝国の中立宣言を無視した、だからやはり違法だということになります。こういうことを戸塚論文では非常に詳しく書いてます。ここでは本当に結論だけでとどめますが、ぜひ関心のある方は流国法学をご覧ください。で、カッポさんのとこですが、朝鮮植民地支配不法論というのは当時の国際法に基づいても日本による韓国併合は不法であった、したがって不法な植民地支配下で行われた強制連行は違法であった、さらに日本軍制奴隷制は不法な植民地支配下における犯罪であった、でそれは制度そのものが犯罪だということです。個別に例えばキム・ハクスンさんが犯罪の被害に遭ったとか、カン・ドッキョンさんが犯罪の被害に遭ったとか、キム・ボクドンさんが犯罪の被害に遭ったという話だけではなくて、この日本軍慰安婦制度を作ってそれを行ったこと全体が犯罪であったという議論が可能になるということです。それが、括弧3の123ということになります。でこの議論、戸塚さんがこれだけ精力的にやってますので、日本の中で、あるいは日本と韓国の間で、真剣に議論しなければいけないテーマだろうと思います。でここまでは不法という議論です。戸塚さんが言ってるのは不法であるという議論です。でそれを前提として、ここから先は私の議論になるんですが、不法であるプラス犯罪と見るべきだというのがこの先の私の議論ということになります。3ページの3、国連国際法委員会の植民地支配犯罪論ですが、括弧1の丸1、国際法では植民地支配は正当化されないが犯罪とはされてない、不法だと言えても犯罪とは言えない、
というのが、まあ、現在もう国際法上そうなっています。でしかし植民地支配は人民の自決権の侵害である。そして植民地支配そのものを犯罪とする余地があるのではないか、これは以前から議論としてはあったので、それを追跡したいということになります。でそれと半分重なる形で平和に対する罪や侵略犯罪という犯罪類型が作られています。ニュルンベルグ裁判、東京裁判で平和に対する罪、これはご存知の通りです。で実際に適用されて、まあ、東条英機以下が有罪判決、死刑ということになったわけです。ただ、平和に対する罪だけで死刑にはなりません。大体戦争犯罪や人道に対する罪も合わせて認められた人だけが死刑になっています。平和に対する罪だけでいきなり死刑にはさすがにできなかったということになるかと思います。でその後、旧ユーゴスラビア法廷やルワンダ法廷ではこの概念が消えるんですが、98年の国際刑事裁判所規定に侵略の罪という形で復活することになります。まあ、定義はちょっと変わりますけれども、大体同じことを言っているとご理解ください。平和に対する罪が現在は侵略の罪と呼ばれているということになります。でそういうものを前提としながらですね、後で紹介する国連国際法委員会の議論も見ながら、私は13年前に、植民地犯罪ということを言ってました。それがソスンさんと私とで編集した本、文明と野蛮を超えてという本の中に、東アジア歴史人権平和宣言というのを載せてます。これは2010年が、併合条約100年だったので、日本の市民運動、韓国の運動体と協力をして宣言を作りました。この時は民族問題研究所、ソウルの民族問題研究所の人たちと一緒にこの宣言を作ったんですが、その中に16番として植民地犯罪、17番植民地ジェノサイドという項目を入れました。これは私が書き込んだものです。でその条文、条文内パラグラフが4ページの一番上です。東アジア歴史人権平和宣言の16番です。そこにダーバン宣言や国連国際法委員会と書いてある通りです。植民地支配というのは犯罪だったという議論があったので、それを使うべきだ。日本帝国主義による植民地支配の実態は植民地犯罪だという文章を書きました。でその時の前提になっているのが、国際法委員会と、ダーバン会議、そしてジェノサイド条約ということになります。まあ、ジェノサイド条約の2条をそこに挙げておきました。でようやく国連国際法委員会になります。またちょっと写真に行きますが、これ先ほど旗が並んでいた奥にあった建物です。ジュネーブにある国連欧州本部、まあ、パレデナシオンという建物です。パレデナシオンというのは、パレスオブネーションになります。そういう建物で、かつて国際連盟だった建物のここが一番表になります。でこれ中庭の写真で、向こう側に見える山の奥にモンブランがあることになります。これはちょっと性質が違うんですが、人権活動のために犠牲になった人々、いろんな人権活動をやって犠牲になった人々を追悼する記念碑というものです。ここが、大会議室なんですが、国連欧州本部の大会議室で、国連の人権委員会、現在は人権理事会ですが、あるいは、国連国際法委員会
あるいは時々国際自由権規約の委員会などもここで開かれます。一番正面奥が議長で、たくさんの人が座ってます。で、一番後ろから映してるんですが、ちょっと高いところになります。で、我々民間人は一番後ろの席に座って、前の方に各国政府の代表部が座ってます。日本政府も前の方に座っているものです。天井はこれはなんか、フランスかどっかのアーティストが、アートで描いたものだそうです。こんな感じで天井ですが、この会場が、パルデナシオンの中の一番大きい会議室で、そうですね、詰めれば数百人、最大1000人ぐらい入れるような大きな会場です。で、長年私ここに通ってたんですが、ちなみにこんな服装してるのは一人しかいない前田はどこにいても分かると言われるんですね。というのは男性は大体スーツネクタイか民族衣装、民族衣装もアフリカの民族衣装の場合があります。女性もそうですね。先住民族の場合にはよく民族衣装でいらっしゃいますが、それ以外大体、ネクタイしてますので、日本も韓国も中国も政府代表皆さん、黒いスーツにネクタイをしているので、私だけ全然違う格好しているので目立つとかよく言われました。これ関係ない、これわかります、そうです、クイーンのフレディマーキー、これお隣の、モントルという町にあるので、ちょっと余計な写真です。以上が、ジュネーブの写真なんですが、ごめんなさい。国際法委員会が開かれるわけです。で、ここは国際法委員会というのは専門家の委員による委員会で、国家の委員会ではありません。人権理事会というのは国家が代表で、アメリカとか日本が委員になりますが、この、国際法委員会は専門家が委員になります。まあ、日本の国際法学者もよく委員になってます。で、下の方に1949年の研究テーマが挙げられてます。いろんなテーマを国際法委員会が検討して、政府ともやり取りしながら結論が出ると発表するという形になります。で、この中で、例えば5ページの一番上に2001年の国際違法行為に対する国家の責任と書いてあります。これ大変有名です。有名というのは、青山学院大学のシンヘボン先生、まあ、これの研究者で一冊本を出しています、国家責任条約ということで、一冊本まるまるこの、国家の責任についての研究書。元へ戻っていただいて、先ほど丸数字がたくさんありましたが、その中に、丸16ニュルンベルグ原則の定式化、これがニュルンベルグ裁判、東京裁判の定式化ですので、戦争犯罪や人道に対する罪を裁くという話なわけです。それから17番目が国際刑事裁判管轄の問題、これまだ当時作られてなかったので、国際刑事裁判所を作るとすれば裁判所の管轄権をどうするか、時間的な管轄権とか地理的な管轄権とか人の管轄権、管轄権というのはどこを対象にして裁判をするかという話です。それから18が人類の平和と安全に対する罪法典というものです。これが、今日の取り上げる部分なんですが、今こういう法典ないんですが、98年に国際刑事裁判所ができたときにその中に一部に入る形で、それ以前は人類の平和と安全に対する罪の法典草案ということで議論してたものです。で、それの議論になります。で、1996年から8年にかけてこの文書を私入手して、当時、関東学院法学、関東学院大学に足立正勝という教授がいて、私の大学院の先輩だったので、そこの、関東学院法学という雑誌にこの人類の平和と安全に対する罪の法典草案の紹介
などを日本語で発表したりしてます。でその中身になりますが、5ページの括弧4-1です。1950年代から議論してたんですが、91年にようやくまとまります。最初の草案ができます。でそこに15条から26条こういう犯罪を作ろうということで出てくるわけです。その中に18条植民地支配及びその他の形態の外国支配というのが入ります。で侵略や侵略の脅威や介入とは別に植民地支配というのが入るわけです。まあ、15条から18条、まあ、広い意味で平和に対する罪、侵略に関わる類型ですが、ちょっと違うということで別々の条文になります。でその後ジェノサイド、アパルトヘイトで21条がこの時は人権の組織的侵害または大規模侵害となってますが、これが人道に対する罪のことです。21条人道に対する罪になります。で22条が重大な戦争犯罪、23条が、傭兵、24条が国際テロリズム、25条が麻薬で、26条に環境破壊というのが入ってくることになります。でこれをめぐって議論が行われるわけですが、丸2のところ、18条の条文を挙げておきました。国連憲章に規定された人民の自決権に反して植民地支配またはその他の形態の外国支配を指導者または組織者として武力によって作り出しまたは維持した個人もしくは武力によって作り出しまたは維持するように他の個人に命令した個人は有罪とされた場合これこれの判決を言い渡される。まあ、刑罰は空白になっています。まあ、こういう犯罪類型を作りましょうというのが91年の提案だったわけです。で91年92年の議論では割とそうですねという意見が専門家やいくつかの国から出てるんですが、2年経って93年にまとまって意見書が続々と出てくることになります。丸3のところ93年です。でいわゆる第三世界の諸国は賛成またはこの18条については何も言わない。まあ、いろんな条文がありますので、それ15条から26条についていろんなことを言ってるんですが、第三世界諸国つまりかつて植民地にされた国々は18条について、賛成または沈黙黙っている、まあ、要するに、OK という意味です。でそれに対して反対意見を出したのが2、4、6、7つになります。オーストラリア、オーストリア、オランダ、北欧5カ国がまとめて1つの意見書、そしてイギリス、アメリカ、スイスとなります。もう一目ご覧いただいて歴然としているわけですが、スイス以外は全て植民地帝国だった国です。まあ、北欧5カ国は違うじゃないかと思うかもしれませんが、かつて17世紀、18世紀というのはスウェーデン帝国巨大な帝国で周辺を圧倒していたわけですし、またデンマークはグリーンランドを持っていますので、北欧5カ国も植民地支配と無縁ではないですね。こういう国々になります。で、2015年に改めてジュネーブの国連欧州本部の図書館で一生懸命調べて、その時に意見書をチェックしてきたのでここに紹介をしておきました。オーストラリアはこういう言い方をしています。人民の自決権の射程距離についてはかなり議論の余地があり、刑事犯罪の要素を定義するのに十分とは言えない。外国支配という国にも困難がある。外国支配とは外国占領または併合とされているが、これは侵略のカテゴリーに含まれる。だから侵略の罪があるんだから、
植民地支配の罪はなくてもいいじゃないかという意味ですね。あるいはオーストリアは植民地支配という表現は特別に追加パラグラフにおいて定義されるべきである、ちゃんと定義しておかないと、使えないじゃないかということですね。それからオランダは望ましくないということで、まあ、いろいろ書いてるんですが、一番言いたいのはオランダが言いたかったのは定義が不明瞭であるというものです。次6ページですが、北欧5カ国もやっぱり定義が難しい、包括的だということを言ってます。で、北欧5カ国が言ってるのは、様々な形態の貿易ボイコットとか開発援助供与国が開発援助に伴って一定の条件を要求するような状況にまで適用されてしまう、幅広すぎるということで批判をしています。さらにイギリスがこういう言い方をしています。植民地支配や外国支配という用語は刑法典に含めるのに必要な法的内容を持っていないし、国際刑法に基礎を持っていない。植民地支配は政治的態度を思わせる時代遅れの概念である。お前が言うかって思うようなことなんですが、時代遅れの概念であるというふうに言って批判をしてました。で、アメリカもやはり、この概念は曖昧かつ過度に広範であるというふうに言ってます。で、結構委員会の委員にとってダメージだったのはスイスもそれに賛成をしたということです。で、スイスは新植民地主義と植民地主義の区別がつかないじゃないかという言い方で、批判をしてました。で、当然旧植民地宗主国が反発するのは最初から分かっていることなわけです。で、旧植民地国が賛成するのもまあ分かっていることで、スイスが反対したっていうのは結構大きかったようです。そこからもう一回議論のし直しということになっていたようです。で、その後の資料を見てもですね、詳しいことが分からないんですが、結論として95年の会期で、審議過程が省略された報告書になってたんで分からないんですが、3つに分けられます。維持された条項と協議続行条項と保留された条項になります。で、植民地支配は保留のところに入ることになります。で、これを受けて96年の人類の平和と安全に対する罪の法典草案がまとめ直されます。そしてそれが98年の国際刑事裁判所規定に入っていくことになります。で、結果として何が残ったかというと、侵略の罪とジェノサイドと人道に対する罪と戦争犯罪、大きく言うとこの4つです。ただジェノサイドは先ほど読みませんでしたけど、ジェノサイド条約2条にあったようにジェノサイドというのは5つの犯罪が書いてあるんです。それから人道に対する罪というのも実は11個の犯罪があるわけです、まあ、少なく数えても11個、もっと多いんですが、人道に対する罪としての殺人とか、人道に対する罪としての拷問とか、人道に対する罪としての迫害とか、いろんな人道に対する罪があるわけです。で、そして一旦外されたアパルトヘイトは人道に対する罪としてのアパルトヘイトとして復活するんです。一旦保留されたけど復活するわけです。それから、協議続行事項の麻薬については別に麻薬条約がいっぱい作られるわけです。それから環境の重大破壊は京都議定書からパリ議定書に流れていくわけです。それから国際テロリズムも、別の条約、たくさん、国際テロ条約が作られます。傭兵についてもすでに条約がある。つまりずらっとあったもののうち唯一消されたのが植民地支配ということに、なってしまうわけです。で、当時一生懸命調べて書いた論文が6ページの下に挙げてある私の論文です。
今日の報告の主たる中身もこの論文ということになります。でこういう形で国際法上植民地支配犯罪を作ろうという、試みは一旦挫折することになります。その上でですね、次に、ダーバンという町へ行くことになります。よいしょ、7ページになりますが、95年に保留条項にされて96年に消えてなくなったわけです。でそれを復活させようというのが、人権 NGO の努力として、動き出すことになります。それが7ページのダーバンへの道という部分になります。で1998年という年が一つの転換期で、私は98年を国際法の飛躍の年と呼んでますが、これ私が言ってるだけで他に誰も言ってません。7月に国際刑事裁判所規定ができました。侵略の罪やジェノサイドや人道に対する罪の規定です。8月にゲイ・マクドゥーガルさんの日本軍性奴隷制報告書で人道に対する罪だと言ってます。9月2日にルワンダ国際刑事法廷で赤イエス事件の判決が出て、史上初のジェノサイド有罪判決がこの時に出ます。2番目のジェノサイド有罪判決がカンバンダ事件になります。まあ、人道に対する罪についても裁かれるということになります。そしてこの時に注目したのが人道に対する罪としての迫害という概念になります。丸2のところに、迫害の定義を挙げておきました。迫害とは集団または共同体の同一性を理由として国際法に違反して基本的な権利を意図的にかつ著しく剥奪することを言うと。でこれの前提として人道に対する罪というのは組織的または広範に行われた攻撃というのがあります。でその攻撃の対象は文民です。民間人です。軍隊と軍隊の攻撃では人道に対する罪には直接いきなりはなりません。民間人攻撃になります。例えば、ウクライナでブチャが言われるのはそこ、あるいはガザについて言われるのも民間人だからという話になります。それに対してイスラエルがいやハマースがいるというのはそこに軍事勢力がいるから攻撃したんだ、人道に対する罪や戦争犯罪ではないという言い訳なわけですね。人道に対する罪は民間人、非武装勢力に対する攻撃だからなるわけです。組織的かつ広範で民間人でなおかつこの迫害であるというのを使って植民地支配をここに入れようという動きになります。迫害についてはその後定義を挙げてますが、非常に包括的だということになります。で包括的だけれども国際刑事裁判所規定で一旦承認されているので国際法上はこれで良いという話になります。そこで2001年のダーバン会議に乗り込むことになります。ご覧いただいている写真は、2001年8月28日、ダーバンの NGO 会議の、オープニングセレモニーの様子です。でこの正面のマークがダーバンの時のポスターに使っていたマーク2つ並んでます。でこれ、現地のズールーの人たちが、世界中から1万人の人権活動家がやってきたと言って歓迎のセレモニーをやってくれた時の写真です。これも歓迎のセレモニーです。でこの会場はクリケットボールの会場です。まあ、上にナタルクリケットと書いてます。まあ、野球場やサッカー場のちょっと小さめと思っていただくといいかと思います。でこの時世界中から1万とも2万ともいう人権活動家各国政府が集まりましたが、
日本からも、50人ぐらいは行ったかと思います。でここに4人写ってますが、日本人は私だけです。というか、まあ、全員日本国籍なんですが、一番こっち右の黒い方は、私はアイヌ民族である、日本人と言わないでくれで他の2人は私は琉球民族であるという方たちです。まあ、ずっと一緒に活動してました。こういうたくさんのテントとかいろんな会場でレイシズムをめぐって、討論証言などが行われました。レイシズムと戦うグローバリゼーションに抵抗すると書いてあります。これは世界にはいろんな人々がいるんだというのをプレゼンテーションした時のもので、黒や白や黄色の手をやってます。これもレイシズムに反対をするというものです。これさっきもと同じ人たちですが、男は3人写ってて、これ全部日本人ですねどうでもいいです。一番右に黒っぽく写ってるのちょっと見えないと思いますが、あれ沖縄の地図です。だから正面真ん中よりちょっとずれたところに赤と水色と紫のポスターがありますが、あれが女性国際戦犯法廷のポスターですね。ちょっと懐かしいポスターです。でこれは下に AWHRC アジア女性人権評議会、それからロラ・カンパネーラ、AWHRC はインドに本部のある女性人権団体、ロラはフィリピンの、女性人権団体で、ここが日本とインドの責任追及というのをやっている横断幕です。レイシズムの被害者に補償せよということを言っています。これはロラのポスターですが、ちょっと絵分かりにくいかもしれませんが、一番左側日本軍が攻めてきて、砲撃して、その後日本軍がやってきて、右一番右のように女性をトラックに乗せて連れ去った、そういう絵が描かれています。これフィリピンのロラのものです。これはインドのダリットの女性たちが証言集会をやった時です。女性に対する暴力についてのものです。これ我々が泊まったホテルなんですが、ウシャランガという海岸にありました。まあ、普通の海岸の普通のホテルでどってことないんですが、これかつてはホワイトオンリーだった、リゾート地です。で従ってこういう看板、これちょっと見えませんが、これ、ホワイトオンリーですよ、黒人やインド人は入れない、そういう看板がアパルトヘイトの下で建てられていたものです。これダーバンの、アパルトヘイト博物館に今は陳列されています。これがダーバンの、会議の本会議の会議場です。で前の方が政府の席で、後ろガラガラ、手前後ろはガラガラですが、ここが我々民間 NGO が入る場所になります。ずっと前の方です。で、まあ、我々後ろの方しか入れないんですが、カストロが演説をした時、私はこっそり一番前に行ってですねカストロが演説終わった時に握手しようと思ってそばに行ったんですが、4、5メートルのところでセキュリティに捕まって即座に追い出されました。まあ、穏やかに速やかに追い出されましたね。それ以上は近づくことができませんでした。残念でした。これは余計な南アフリカのお札です。こんな素敵なお札です。福沢諭吉とか渋沢栄一という嫌な顔を見なくても余計なことですね。はい、これは、レインボーの人たち、いわゆる LGBT の人たちの、デモです。これも同じですね、レズビアンの方たち。これはアフリカの水よこせデモです。水道の民営化で、お金を払えないから水道を止められちゃってみんな病気になってるという、それで戦ってる人たちですね。これはロマとダリとの合同デモ、ヨーロッパのロマというのは日本ではかつてジプシーと呼んでいた人たちですね。これは左の方にカーストと書いてあります。インドのカースト制度です。これ、黒い
真ん中の男性とその隣右側3人のメンバー、男性1人女性2人ですが、これが韓国から来た、市民運動グループです。で彼らが日本軍の責任追及ということでスタンディングとデモをやったんですが、我々が入っちゃいけない場所に彼ら入って、政府オンリーのところに行って勝手にやったんですが、明日やるとかってこの彼が言うんですが、どうしようと思って、彼らが行って政府オンリーのところでこんなことやるとやばいということで、でも韓国の若者だけにやらせるわけにいかないということで、こっち側4人全部日本人我々もうこれはしょうがない、彼らが絶対やるっていうんで、もう日本の責任追及ってのに黙って見てるわけにいかないので行きました。一番左端帽子かぶってるのは上村秀明恵泉女学園大学教授、はい、この間の選挙で当選しましたので、ただいま衆議院議員の上村秀明さんです。もうどうなるかと思ってトマグ行かなきゃいけないって言って行きましたけど、まあ幸い、トラブルにならずに済みました。セキュリティの人たちが笑って見てたんですね。お前たちいいけどちょっと5分でやめろよとか言ってですね、笑ってみて許してくれました。5分間のデモをやった時のものです。こんな感じですね。だからこれが日本政府が NGO に対してレクチャーしてくれた時のものです。右側3人が外務省の官僚です。立ってる方分かるでしょうか、丸谷香織当時政務次、違うかな、外務副大臣ですかね、副大臣か政務官かどっちかです。丸谷香織さんです。こちら、アジア各地ヨーロッパから来た NGO が日本政府に対して要求をしている写真です。でこういう写真って珍しい、当時まで日本政府はこういうセッションは絶対開きませんでしたので、ジュネーブでも我々が要請行動してめったに入れてくれないんですが、一度入れた時には日本人だけにしろとかですね、それはないだろうとかやってたんですが、やっぱり、外務省もそう簡単には許せない、できないということで、でもダーバンの時はこういうのを全部受けてくれました。かなり日本政府もさすがにダーバンでは受けざるを得ないということでやってくれたんだと思います。これも、ネクタイの男性が今日は何があったかというのをレクチャーしてくれたんですが、毎日毎日1回外務省の人が政府間会議ではこういうふうになっているというのを今日の動きというのでレクチャーしてくれた時のものです。こういうのは普段なかなかないので、ダーバンの時はそれなりに親切でした。それからこれは記者会見をやった時のものですが、真ん中は朝鮮半島の地図です。この時は朝鮮人のメンバーが先に帰っちゃったのでいなかった、朝鮮人メンバーがいなかったんですが、お隣の男性が、被差別部落の問題、一番右側のブルーのがアイヌ民族です。で左側行って琉球と、一番左が移住者の権利ということで、日本にはたくさんの、人種民族差別があるということで記者会見をしてみました。これも証言をしているところですね。こんなところがダーバンになりますが、さて7ページへお戻りください。括弧2のダーバンでの戦いとありますが、世界の NGO 特にアフリカとラテンアメリカ、先頭に立ってたのはケニアとハイチ、当時はケニアとハイチが先頭でしたが、ここが先頭に立って獲得目標、植民地支配は人道に対する罪であった、したがって、謝罪と補償せよ、これが、獲得目標、たくさんのテーマがあっていっぱいあったんですが、全体として見るとこれが一番大きいメインのテーマでした。でその他にいろんな論争がありました。ホロコーストの世界史的位置づけとかですね、これ何かというとホロコーストってのは H で始まるんですが、この H が大文字か小文字か、そして一番最後に S がつくかつかないか、これをめぐってものすごい争いになるわけです。というのはユダヤ人グループはホロコーストは大文字の H で始まる単数形である、世界にたった1回しか起きてない、
で他の NGO はそうじゃない、小文字で始まる複数形で世界中でいっぱいホロコーストが起きていた。それをめぐっていろんな論争をずっとやってたというものです。当然イスラエルパレスチナ問題もずっと議論してました。この当時は2001年ですから、やっぱり、ナクバの時のことが最大の問題で、その後もずっと取り上げてますが、今我々が知っているような壁や、レバノン攻撃よりも前の段階です。ただまあオスロ合意をめぐってどう見るかとかですね、そういうことは当時すでにやってました。それから大西洋奴隷制をめぐって、やはり当然のことながらすごい議論をしていたということがあります。さらに8ページへ行って、植民地支配をめぐって世界中の植民地の問題、それこそ、植民地あるいは植民地でなくても独立していないクルドの人たちも来てましたし、中央アジアの各国からもいろんな人たちが来て、やっぱりみんな揉めてました。で当時聞いてて、その時私分かってなくて、後になってちょっと後になって分かったのが、例えばアルメニアとアゼルバイジャン、もうナゴルノカラバフの問題、それもここに来てたんですね。その時は全然関心なかったし分かってなかったんですが、後になるとそういうのが どんどん出てる、そういう問題がいっぱい吹き出していたということになります。で9月3日にダーバン NGO 宣言というのをまとめています。この中で、人道に対する罪ということをずっと言うということになります。66のパラグラフ66は人道に対する罪という言葉から始まってますし、パラグラフ70も人道に対する罪とかですね、いろんな形で言ってることになります。そして植民地主義についてはパラグラフ95、9ページの95です。ここに植民地主義は国際法違反で人道に対する罪というふうに盛り込んでいるわけです。あと98、99はパレスチナのことでちょっと入れておきました。で127はヘイトクライム、今でいうヘイトクライムのことになります。こういう形で NGO の宣言をまとめてですね、そして政府間会議が開かれることになります。で先ほど写真で最初に見てもらったのが NGO の会議のセレモニーで、後半で映ったのが、政府間会議、別々の会場なんですが、全く違う進行の仕方でしたけど政府間会議が開かれます。で、いっぱいあったんですが、とても話をしている余裕がないので結論に行きますが、9ページの下です。ダーバン宣言は植民地支配時代の奴隷制は人道に対する罪であったというところに落ち着くわけです。つまり植民地支配は人道に対する罪とは言ってない、それが入らなかったということです。それから謝罪を推奨する、謝罪せよとは書いてない、謝罪した方がいいですよと書いて、そして保障と経済協力を推奨する、まあ日韓条約方式になります。こういうのを推奨するというところで止まるということになります。でただここに至るまでで面白かった、面白いって言うと変なんですが、日本政府、この男性彼なんですが、外務省の人権人道課のスタッフですけど、彼が言ってたのは、もし他の国々が人道に対する罪と認めるんだったら日本政府も認めると、で、謝罪も認めると、で経済協力だという言い方をしてました。本当とか思ってたんですが、何回聞いても、いや人道に対する罪であったことは認めてもいいんだという言い方をしてました。でそこまで来て彼が言ってたのは、やっぱりイギリスとアメリカはうんと言わないということは言ってました。でそうこうしているうちに9月5日にアメリカとイスラエルがこの会議をボイコットするわけです。途中でキャンセルしていなくなっちゃうわけです。もうこれ見逃しに、6日の飛行機で帰っちゃったんですね。5日でキャンセル、いなくなった。でそれでどうするかとなった時に、ヨーロッパ諸国も
特にオランダとかベルギーとか、その辺り中心にこのまま潰すわけにはいかない、せっかくこれまでやったんだからなんとかまとめようというふうに言ってたそうです。で、日本政府もまとめる側に入ってて、ともかくダーバン会議を潰さずにまとめましょうと、アメリカ、イスラエルが抜けたけど、ちゃんと宣言作りましょうということは最後まで彼が言ってました。そしてその通りになって、9月7日の締めのはずが9月8日に1日ずれるんですが、ずれたのが結果としてこの9ページの下ということになります。で、その条文がというかパラグラフが10ページ、ダーバン宣言の13と14だけ挙げておきました。13は、奴隷制度と奴隷取引、これが人類史の凄まじい悲劇であった、人道に対する罪であった、そしてこれが、レイシズムの源泉であると。つまり植民地主義、植民地支配が、奴隷制を生み、そしてそれが人道に対する罪でありレイシズムの源泉なんだ。で、なおかつ今なお被害者、今も被害があるというところまではこの13で認めたということです。で、14も植民地主義が人種主義をもたらした、で、アフリカ、アジア、先住民族が今でも被害者であるということを言っているということになります。まあ、ここまでは到達したけども本来の獲得目標には達しなかったということになります。以上で国連国際法委員会の植民地支配犯罪がペンディングになり、ダーバンで人道に対する罪もペンディングになっちゃったので、残念ながら植民地支配犯罪というのは現在の国際法にはなっていないわけです。ただ私としてはこの議論を踏まえて、まあ、民衆の法形成という言い方をしているんですが、市民運動や人権運動、あるいは植民地支配の責任追及をする運動としては、むしろこの植民地支配犯罪ということを一旦掲げて本来犯罪と認めるべきだという議論をしておかないといけないだろうと思って、あちこちで、宣伝をしているということになります。で、その後10ページの5のところですが、今度は国際法委員会に戻って人道に対する罪の議論が後に復活します。これ2013年だったかな、復活するんですが、まあ、10ページのところはちょっと省略しますが、11ページに国際法委員会でシン・マーフィーという委員、この人はアメリカの、ジョージ・ワシントン大学の教授ですが、彼が、これを復活させようと、人道に対する罪の条約を作ろうと提案をします。そして担当者になって、何度も報告書を出します。そして2017年にその草案、国際法委員会としての草案が出来上がるということになります。で、その草案の全文、長いんですが、パラグラフ、8つのパラグラフをここにまとめておきました。まあ、こういう考え方ですよと。そして条文はその下、11ページの下、第3条のところに、ここに、ここでは11の犯罪を挙げてあります。丸1が殺人、丸2が絶滅させる行為、丸3が奴隷化すること、奴隷化、ここで、慰安婦問題や徴用工というのは当たるだろう、あるいは住民の追放または強制移送、これ徴用工はここにも当たると私は思っています。この強制移送というのは、ナチスドイツの強制移送を念頭に置いているので、デポーテーションという言葉なんです。で、それはドイツから収容所に送ることをデポーテーションと呼んだわけです。で、日本の場合逆に連れてくるということをやったので強制連行と言ってるので、これ同じことなんですね実は。
場所を奪って移動させるということなので、ここに当たるだろうと思います。それから7番、性奴隷の問題があります。慰安婦問題は当然ここに当たる。それから8番が迫害です。ちょっと8番だけ長いんですが、ここが迫害です。そして、9番が強制失踪、10番がアパルトヘイト等ということになります。でこういう形で議論としてはいろいろ続いてるけれども、残念ながら植民地支配犯罪はまだできてないという段階ということになります。でこれと並行してですね、今日は全く取り上げてませんが、2003年から2016年にかけて国連の人権理事会で国連平和への権利宣言というのを作りました。まあ、我々も一緒に取り組んだんですが、そちらの方でも平和の概念、侵略の概念というのが当然問題になってくるので、その議論をやってました。そういう形で、議論としてはずっと続いている。ただ、我々が思うような成果はまだ得られていないというところです。で最後、12ページ、まとめということです。日本での議論は冒頭も申し上げましたが、植民地支配責任っていうんですね。私もう二十数年植民地支配犯罪犯罪っていうんですが、誰も言ってくれなくてですね、いつの間にか皆さん植民地支配責任というんです。まあそれでいいんですが、私も植民地支配責任っていうんですが、何が引っかかるかっていうと、責任ということであれば日本政府も責任って言うんです。日本軍慰安婦問題について国連の人権理事会で日本政府は何て言ってきたかというと、はい、責任を認めます、道義的責任があります、法的責任は認めません、道義的責任を認めます、だからおばあさんたちにお金を渡したい、アジア助成金をやります、法的責任は認めません、道義的責任があります、かわいそうなおばあさんたちがいるので、だから2015年の日韓合意で、10億円出します、これが日本政府ですね。植民地支配責任という言葉だけを説明抜きに使うとですね、日本政府だって道義的責任認めてるので、そこの違いが曖昧にされかねない。もちろん、そんなことを思って使ってるわけじゃないんですが、そういうことも含めてやっぱり犯罪という、あるいは、戸塚さんが言う不法論、その議論を前提にして植民地支配責任を言わないといけないだろう、これが一番のポイントです。でそこから見た日本がどう見えるかということで、まとめのとこはいろいろ書いておきましたが、まあ、植民地支配の歴史認識の歪み、あるいは慰安婦問題が混迷していること、もう完全に日本政府の開き直りの状態になっているわけですね。それから日韓関係、日朝関係が不正常なままであり、在日朝鮮人への差別政策が一貫して続いていると。まあ、その意味では残念ながら日本というのはヘイト国家ではないぞという言い方を私はしています。でこういう問題の根底がやっぱりずっと遡って、もう100年を超えて何も解決していないためである、そういうことを強調したいということです。ちょうど、90分ほどになったので、一旦ここで私の方向宣伝し忘れてました。こういう黄色いチラシを手元にお配りしてますが、これはこのシリーズとは別のシリーズで、やっぱり私平和力フォーラムがやってる企画で、脱植民地化の思想、高橋哲也さん、2月1日になりますが、現代欧州の歴史認識を問う、これまさに植民地支配や奴隷制についての、今ヨーロッパ諸国が一応謝罪をする、かなり増えてきてますが、そういうことが起きてます。まあ、イギリスでもフランスでも、さまざまな形で植民地支配や奴隷制について謝罪をするというのが起きてますので、その状況を取り上げます。
4回目が4月6日で日本と東アジアの現状を問うということで、これがまさに徴用工や、慰安婦問題や靖国や、まあ、いろんな諸々の問題ということになります。第2回は12月7日北トピア、私ついこの間まで北トピアと呼んでたんですが、北トピアが正しいんだそうです。そういうのやりますので、関心のある方はぜひ、おいでください。じゃあ、質疑応答ということにしたいと思います。まあ、ご質問あるいはご質問でなくてもご意見でも結構ですので、お願いいたします。何か、ご質問のある方挙手をお願いします。はい、こちらお願いします。差し支えなければ所属とか何をやってますか。まあ、無職ですけども、まあ、おそらくまあ、的場さんは違うと思うんですけど、マルクス主義の正統的な立場からね、こういう批判ってのはよくあり得ると思うんですよ。要するに、植民支配とか帝国主義的支配の、まあ、犯罪化っていうかね、そういう断罪っていうか犯罪化っていう流れに対してね、そういう犯罪化とか刑罰化とかっていう形で歴史を捉えるべきじゃないと、必ずやっぱりその、まあ有名な資本の文明化作用というふうにね言ってね、必ず真っ黒の側面じゃなくてね、プラスの側面だってある。ナポレオンのやっぱりヨーロッパ侵略戦争だってね、まるっきり真っ黒けってことじゃなくてね、やっぱりそれぞれの封建体制を倒していったりなんかするっていう、そういうプラスの側面が必ずあるんだと。だから例えばそれ、イギリスのインド支配ってのは大変ひどいものでしたよ。ひどいものでしたけども、まあ極端なこと言うと、むしろインド人の中からね、英語は共通語になってるんですと、でいろいろ英語ができることによって我々ね結構かえって有利になってるんだっていう、これインド人の側からそういう意見がね出るくらいなんですよ。だから、あんまりこう断罪化っていうと結局なんかワシントンの銅像をぶっ壊せとかね、何とかかんとかって、そういうものすごいこの、変な意味での逆の犯罪化っていうかね、そういうのにつながったりしてね、やっぱり、そういう形でその刑罰によって、解決するっていうんじゃなくてね、道徳責任というのは手ぬるいってことになっちゃうのかもしれないけどもね、道徳的責任でいいんじゃないのかという、そういうね、そういう、あるいはキリスト教の側からはこういう、例えばそういう批判があると思うんですよね。やっぱり許しっていうのは大事なんだと、刑罰化によってはね本当に平和はやってこないんだと、許しの思想っていうのはね、そういう、まあそういうマルクス主義の正統派、あるいはキリスト教思想の側からよく聞くような批判だと思うんですけどね、それについてはどういうご感想をお持ちですか。感想っていうか、それは何も対立してるわけじゃなくて両立するので、うん、まあ、そういう考え方はそれでよろしいんじゃないかと思いますが、なかなかね、どこでどう切り結んで議論になるのか、まあ、空中戦で議論しても絶対結論は出ない、まあ、もともと結論出るようなテーマじゃないので、で違う言い方をすると、許しの部分でそこに仮に限って議論するとすると、許しというのを誰がどういう立場で誰を許すのかという具体的な問題抜きに議論できないんですよね。で、一般論で許しと言ったり、あるいは植民地支配をした側が許しと持ち出すこと自体がすでに盗作した問題の提起の仕方になってしまうので、そうするとやっぱり侵略と非侵略、支配と非支配の関係構造の中で、非支配の側から提起するとすると、そんなことを言ってるからますます処罰と言わざるを得ないのだという話になっちゃうだけなんですよね。で、それを一旦置いといて、私がやろうとしているのは、少なくとも近現代の国際法はここまで来てる、それが、まあ、1998年の国際刑事裁判所規定、これについては、まあ、基本的に国際的な承認があって、これに、まあ、基準加盟してない国はあるけれども、国際刑事裁判所規定を否定するような思想を展開している国は知られている限り一つもない。イスラエルでさえ
否定はしてないんですね。ですから、まあ、アメリカも一旦は批准手続きをして、これクリントンの時にしたわけです。でブッシュが引っ込めたっていうのはありますけど、一応アメリカ合衆国も認める、ロシアも認める、中国も認める、そういう出来上がってる現代の国際法から言うと、少なくともこれこれが犯罪だと。でその少なくともこれこれの中に入ったものと入らなかったものがあって、で入らなかったものを私はまた取り上げてんだけど、いやもうここで決着をつけるべきで、入ったものだけに限るべきだ、もうあの時入らなかったものについてはこれ以上議論すべきではないという議論は当然可能になると思います。で私の議論の立て方から言うと、民衆の法形成といくら言ってもちょっとこれもうこれまでの流れを変えることはできないので、現実的に今の国連システムの下で植民地支配犯罪を作るっていうのは 99.99% 不可能、それはその通りなんです。ただやっぱりそういう発想があったっていうことを念頭に置いて、不法論やあるいは責任論を考え直す、それすら全くなされてませんので、そういう議論をしているという趣旨です。でおっしゃったことと私が言ってることっていうのは対立している関係では多分ないだろうと思います。というか、まあ、おっしゃっていただいて、うん、なるほどっていう面もあったので、そこはその通りですということになります。すみません、ありがとうございます。はい、こちらお願いします。はい、先日の高橋先生とのお話も聞かせていただきました。ずっと私は在日コリアン 2.5 世で、現在、まあ、キリスト教の牧師でもあって、日韓和解と平和プラットフォーム、先日も14日から16日まで合同運営委員会をソウルからお招きして、最後に、石破茂首相への公開、要望書をまとめ上げて今日内閣府に提出してきて、そこで日韓条約、ストックホルム合意、さらにその前の平壌宣言まで包括した、何が洗い直されなければいけないか、まあ、そのようなことを訴える活動をしてきました。ところで私は、まあ、鮮烈な思い出として、昨年関東大震災虐殺100年であらゆるもう行ける限りの講義を聞いたり、自分なりの勉強をしてきました。で先生方のいろんな講演、学者のユニークなですね、著書や講演から学べるんですが、唯一前田先生だけがですね、もうジェノサイド法第4条の上官の命令責任を取り上げて、結局あの時に戒厳令を出した、戒厳令についた御名行事のこの義人広人を連起させた摂政広人も、そこを示唆するご講演を聞いて、もう大変私はもう心にインパクトを受けているんですね。で今日のご講演を聞いててですね、思うのはドイツ、イギリスもヨーロッパ諸国もみんな植民地犯罪帝国だった時代をくぐっているわけですけど、ドイツが大変なんていうか印象深いのは、ホロコーストに対してはあれだけのことをやっていながら、植民地責任あるいはジェノサイド責任に対して、2021年についにナミビア虐殺を謝罪して、今賠償の手続き、そして昨年の11月ですか、シュタインマイヤーが今度はタンザニアでも虐殺しました、ごめんなさいをやるというこんだけ時間がかかるということですね。でやっぱり先生はこの国際法の法の立場から、いかにこの植民地が国家責任の問題であり、最後は人道、さらには犯罪であるというですね、理論を構築、いろんな研究をサーベイしながら展開をしておられるんですけども、反対に
それを認めようとしない国家の側 の絶対に認めたくない、その国家の側の動機というか、このそれは賠償がどんだけ要求されるかとか金銭の問題ではないね、実はこういうやっぱりあの動機があって、口が裂けてもそこはあの言えないという、これもドイツもそうだったかもしれないし、イギリスもそうでしょう。しかし先ほどのあの広人の責任のことにも関係するんですが、ヨーロッパ諸国と違って日本のこの口が裂けても、あの関東大震災虐殺の国家責任は認められない、それを先ほど先生は植民地責任であったら責任はございました、またかもしれない、ごめんなさい、それを国会決議で発表するとか総理が発表するとかいう道もありますが、そこに植民地支配責任を超えてですね、植民地犯罪と言ってしまったら、英語で言うとどういうんでしょうか、犯罪は罪ですね、罪ですから宗教性を持ったあのキリスト教のあれで言うと罪になりますけど、あの倫理的法的な罪であればギルトでしょうか、このことを追求していく、ごめんなさい国会決議だけでは済まなくて、あの時1910年のに至らしめる併合に至らしめる統治権の騒乱者は誰だったのかというですねことを、果たして現代の日本政府やそれを後押しするマジョリティの国民は明治天皇だと、とかですね、それを相対化して言えるような政治文化は整っているのか、この国に。これは口が裂けてもできない、このでも私たちはやっていくんですけども、あのこの日本のもうどうしようもないあの壁があるんでしょうか、そこら辺の先生のお考え伺いたいです。広人の責任論は私1999年にあの98年のいわゆるテポドン疑惑の時に千葉朝鮮総連に対する強盗殺人放火事件が起きて、ラフンさんという私の友人が殺されたんですが、それを国連に報告したのが99年なんですね。こんな事件が起きました。その時に関東大震災のことを言ったんですが、まあ、友人のジョナサン・シソンという友人がコーヒー飲みながら喋ってたらエンペラーの責任だろうって言うんですね。で私びっくりして、いやジョナサン何言ってんのってこういう感じだったんですが、それまで考えたことがない、言われてびっくりして 何言ってんだろうと思ったんですね。まあ、その後改めて調べ直すと戒厳令の問題が出てきたり、あるいは去年横浜の法務部の報告書が出てきたりということで論文を書いたんですが、実は今日もそうなんですが、私の広人の責任論の論文は日本人のメディアからは何箇所も掲載を断られています。長い付き合いのメディア雑誌等からも一切返事がないです。数十人のジャーナリスト編集者新聞記者に送ってますけど、まず返事がない、発表できなくて、最初に載せてもらったのが在日本朝鮮人人権協会の雑誌です。で2番目に載せてもらったのが、大阪の、コリアンマイノリティ研究センターの雑誌です。でいくつか断られたんですが、今日も断られたんです、別の日本人の雑誌で。その断り方が皆さん同じパターンの思考回路なんですね。私は反天皇制である、だから前田さんの言うことはよくわかる、しかし今うちの雑誌にこれを載せるわけにはいかない、見事に同じお返事ですね。やっぱりこれなんだろうなって思うんですね。自己啓発か、まあ難しいんだろうな
と言いつつ、それでもまああちこちミニコミに載せてきましたので、まあ少しは伝わってるかなと思うんですが、やっぱりメディア、新聞、月刊誌、週刊誌、どこのメディアも全く返事がないか、いや残念ながらという言い方ですね。でこういう場で言うと大体皆さん、いや、やっぱりそれ、そういえばそういうふうにやれれば広人に責任、何らかの責任あるよなって皆さん思うんですね。東京で3回と、この間大阪で1回広人の責任で講演したので4回やりましたけど、まあ、それぞれで全部で100人足らずの参加者ぐらいしかいませんが、その人たちはみんな、うん、そうだそうだとおっしゃるんですね。だけど外ではなかなか言えないだろうなっていうのは、この間ちょうど今日、いや残念ながらっていう返事が来たもんですから痛感してるところです。まあ、おそらく、まあ、こういう場で喋ってる範囲には何の問題もない、まあ、でも外に一般的なメディアに載せるっていうのはなかなか難しい。まあ、運動体の機関紙とかそういうところであれば載せられるんでしょうけど、なかなか難しい。あ、そう、日本人のメディアでは、まあ、たまたまこちらにいますが、マスクしてる彼が、編集している、日本の、新聞、週刊新聞には載せてもらってるんですが、というか お願いする前にもう彼の方から載せてもいいよという週刊 MBS をいただいた非常に例外的な存在ですが、それはやっぱり運動体で、まあ、社会主義なり自由なり人権なりいろんな概念を使って運動を展開している責任あるメディアとしてはそれは載せようと思ってくれるんでしょうけど、一般相手だとちょっと日本社会は固まってしまうのが残念ながら今の現実で、私逆に言うと、もし20年前30年前に私の論文書いてたら載ったんじゃないかとかって逆に思うんですね。今かえってひどくなってるような気がします。それは具体的な根拠はないんですが、なんとなくそんな感じはしてます。すいません、そのあたり他の方でご意見とか感想あれば出していただけるといいかなと思いますが、はい、お願いします。あの、私も無職なものですけれども、まあ、ガザのジェノサイドの問題なんとかして止めたいなと、まあ、皆さん思って、私もそう思ってるんですけれども、一つはその ICC ですか、それから ICJ ですか、それと国連の公務委員会ですか、それ、まあ、強制力があるのは ICC だ。どっかでこうなんとかね、はい、あるいはガザ法廷みたいなのがまだできないですよね。そういう作ろうとかそういう動きはあるのかどうか。作ろうというのは多分旧ユーゴスラビア法廷のようなもの、うん、それはあれは国連安保理事会決議で作ったので、うん、安保理で今イスラエル法廷を作るっていうのは可能性はまずないですね。アメリカがいる限りできない、まあ、イギリス、アメリカ、フランスですから、まあ、国連総会決議でやるという手はありますが、法廷を作ろうとまで言ったら完全に国連分裂という、それこそ大変な話、そこまで正面切って喧嘩を売ることができるか。だから今ある国際刑事裁判所でやるしかない。ただやっても、まあ、逮捕状請求しただけでも大きな成果と思いますが、あれ逮捕状を発布して執行するとなると、もう次はその逮捕状を執行する国際刑事裁判所の検察官の母国に対してイスラエルやアメリカから空爆されないかという話ですよね。でかつてブッシュはっていうかラムズフェルドが、言ったのは、国際刑事裁判所がアメリカに手を出したらハーグを爆撃すると、うん、まあ冗談めかして言ったそうですが、それを当時国防長官だった国務長官か、ラムズフェルドは国防長官でしたっけ、国防ですよね、それ現職でそういうことを言ったわけですから、
そういう話にならざるを得ない。でそれを踏まえてでもあえてやるべきかどうか、私はやってもいいと思いますが、やった結果どうなるかっていうのはとんでもない、まあ、今すでにとんでもないので変わらないのかもしれませんが、ですからそうじゃない形でガザの事態を止めよう、穏便に止めようってみんな思うわけだけども、その可能性は今のところ出されてて、やっぱりアメリカが変わらない限り変わらない、でも今もっと悪い方向に変わろうとしている、まあみんな同じ思いで見てるんだと思います。すいません、私では全然答えがない、はい、他の方いかがでしょうか。じゃあちょっといいですか、はいはい、あの前田さんのコリアンジェノサイド、ヒロヒト最初の犯罪を問うというタイトルのコラムを10回ぐらい連載させてもらった週刊 MBS の浅井と申しますけど、質問、今のあのいろんな方の質問と関連するんですけど、植民地支配責任じゃなくて植民地支配犯罪という限りは、あの誰かを処罰するということになりますよね、はい、うん、そのこの植民地支配犯罪ということによって前田さんは誰を処罰すべきだというふうに考えていらっしゃるのかというのがということが一つと、それからこのジュネーブのいろんな会議にしても、だからダーバン会議にしても、日本の大手メディア取材してると思うんですけれども、取材したのかどうなのか、からどそれを日本でどう報じられたのか、まあ、日本のさっき の日本国民のこう、なんていうんですかね、一般的な雰囲気みたいなものを規定するものとして、やっぱ日本のメディアの報道の仕方もあると思うんですけど、こう植民地支配だとか奴隷制だとかいうことを扱った国際会議を日本のメディアはちゃんと取材してるのか、ちゃんと報道してるのかっていうあたりについて、前田さんはどんな見方をしてますかという2点です。一つ目は国際刑事裁判所を念頭に置いてますから、国際刑事裁判所規定というのは2002年7月1日より以前の事件は裁かない、ああそうか、そうか、というのは確定してるわけです。でなおかつ1998年の規定に基づいているわけですが、仮にそこに植民地支配犯罪を入れたとして、あるいは人道に対する罪としての植民地支配犯罪を迫害の条項の解釈で適用できるということにしたとしても、2002年7月1日以後ということになりますので、日本の過去の植民地支配について特定の被疑者被告人という話にはならないわけです。ですから私が口先で思想としてこういうふうに見るべきだというレベルで、それこそ昭和天皇であったり誰なのであったり、まあ、誰でもいいんですが、まあ、石原莞爾でも田中義一でもいいんですが、そういう名前を板垣とか名前を列挙することは可能で、それを議論することはできるけど、実際の裁判ということでは当然それはできないということになります。でもイスラエルの入植者植民地主義はについては言えないということです。それはネタニヤフをはじめということになります。それから人権に関連する国際会議の日本メディアの取材という点でいうと、もちろんちゃんと取材はしていて、あのダーバンだとほぼ全社、全社っていうのは大手新聞と通信社、つまり時事共同まで含めてみんな来てましたし、それぞれに記事は書いているの でその記事の中身っていうのは主として全体の先ほどの獲得目標についてのその部分、それともう一つやっぱりやはり日本の記者たちが書くのはジュスカンズの理論、ジュスカンズっていうのはですね、JUSCANZ、これ国連で時々使われる言葉ですが、最初の J が日本です。で次 US、 これアメリカです。次 C がカナダ、で次の A が、オーストラリアで、最後の NZ がニュージーランド、この5カ国を、ジュスカンズというふうに言います。日本ではほとんど聞かない話なんですが、国連では時々そういう呼び方で、あのアナウンスで議長が、本日3時から22番会議室でジュスカンズのミーティングがありますとかって流れるんですね。それはその政府が集まって会議する、で我々は入れてもらえないわけです。でその政府間会議のジュスカンズというのは、みんな先住民族を支配した国です。アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、日本ですから、先住民族支配をした植民地帝国ですね。
で、その国々がダーバンでどういう対応するか、これ2007年の先住民族権利宣言の時もそうなんですが、日本以外のこの4つが先住民族権利宣言に反対した。他は全部賛成で、日本も賛成に回ったんですが、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドのこの4つだけが先住民族権利宣言に反対をしたわけです。で、この日本を加えた5つで共同行動することがあって、それを当時ちょうどダーバンの時は、メディア、日本の記者たちはここがという書き方してました。で、先住民族権利宣言の時の国連総会も私は行ってないんですけど、聞くとやっぱりそこで動いていて、したがって日本の NGO はみんな日本政府が反対するものすごい危機感を持って一生懸命交渉してたんですが、最後に日本政府はいや賛成してもいいということでみんな大喜びしたんですが、結果的にその4つはやっぱり反対、そういうふうに動いたんですね。そこはよく取材してて書かれてました。その他個別にそれぞれの記者が関心持っているところは書いてくれたと思うんですが、あまり人権 NGO の主張はまああまり報道はされなかったと思います。で、普段の国連の人権理事会でいうと、まあたまに報道してくれても、まあ、ものすごい小さいしなかなか報道されません。それこそ例えば、沖縄の琉球民族の遺骨が京都大学に盗まれて保管しているあの裁判をやっています。あれ国連で私が報告してますけど、それについては日本のメディア一切報道してくれなかったんですね。それでしょうがないから琉球新報に直接情報を送って、琉球新報で記事にしてもらいました。新報の記者は現場は見てない、そういう記事になるんですが、それは同じことは昔からあって、例えば今はジュネーブの国連の公衆本部には韓国の、連合通信の記者がいるんですが、20年ぐらい前から入ったんですが、それ以前はいなかったんです。そうすると国連で日本軍慰安婦問題があっても、朝日、毎日、読売、共同時事はいるけど韓国のメディアはいないんです。そういうところで議論してるという形になるので、それで一時期、私や戸塚さんは、ソウルの、サランバン人権センターとハンギョレに一生懸命資料を送ってたんですね。ジュネーブでこうなってるとか、そういうのやらないといけない、当時はそういう感じでした。ただ今はかなりオンラインにつながってますから、人権の情報自体は現場にいなくても取れる情報がかなり多い、そういうふうには変わってます。ただいずれにしてもやっぱり現地でせっかくいる日本の記者たちに報道してもらうっていう努力するんですが、やっぱりそううまくはいかないですね、我々の側の情報は。でそれこそ全く逆の、例えば拉致問題の情報であればものすごいたくさんの報道がなされます。で日本政府が、拉致問題拉致問題っていう、まあ、それは当然言うわけですけど、例えば、覚えてるのが、拷問等禁止委員会で日本政府が報告書を出して拉致問題を報告して、で東京で記者会見して、家族の会やスクール会と一緒に今度国連で拉致問題の決議が出ると日本政府が持ち込むと言ってやったんですね。で委員会で決議出なかったんです。でその後どうなったかって一切記者会見もないし、みんな黙ってるんですね。でその時私行ってないので、次に2ヶ月後にまた行った時に、人権高等弁務官事務所に行って教わったら、いや委員会は日本軍慰安婦問題の質問した拉致問題の質問一切しなかった、当たり前なんです。日本の人権状況の審査だから、朝鮮の人権状況の審査になれば出るわけです、その決議。日本の状況の審査だから慰安婦問題の質問が出ちゃう。それで日本政府は頭にきて、ものすごい抗議の文書を国連に叩きつけたんですね。これ外務省のホームページに載ってますけども、人権機関が偏派である、偏っている、日本政府の意見を聞こうとしない、全くひどいとかってものすごい抗議文出してるんですが、その文書の中身たるやちょっと国際慣習上これはないでしょっていうぐらいすごい、まあ、厳しくしたんだと
ということだと思いますが、そういうのが出てますね。でそのことが報道されてね、現場ですごい揉めたわけです。いたはずなんです。私その時言ってませんけど、おそらく朝日読売、毎日、時事、共同、 NHK もいたはずなんです。一切報道されなかったですね。人権高等弁務官事務所のスタッフに教えてもらって、でも私が言ったことは内緒にしてっていう話になる。怖いんですよ。だって人権高等弁務官事務所のスタッフだって、昔例えば ILO のスタッフなんか日本政府に盾ついたら左遷されちゃってますから、みんな知ってるので、そういうのあるからなかなかしんどいですが、まあでもジャーナリストはそういうの関係なくやってもらいたいと思います。ちょっと余計な話になりましたけど、はい、すいません。他にいかがでしょうか。はい、すいません、ちょっと遅れてきて、いけなかったかもしれないですけど、今のその話、日本外務省の話ですけど、お話の途中で、ダーバンの時は結構 NGO の方に毎日ブリーフをやってたとか、あるいは、まあ、謝罪は私たちの他の国はやるならしてもいいよというふうに言ったりとか、でまあ、98年自体が国際法の飛躍ということで先生、まあ、こう表現されているわけですけど、あの当時と今のこの日本政府外務省の、まあ、こういう人権なり、過去のそういう植民地支配に対しての態度というのは、まあ、いい方向に行っているのか、それとも後退しているのか。ということ、それはちょっと質問の一つです。で、それはなぜなのかというのその背景。であともう一つは、ちょっと部分的な話かもしれないんですけど、その植民地支配そのものではないにしても、今大西洋奴隷貿易の話についてこう賠償が結構国際的にもう具体的な議題になってきて、この間の英連邦会議でもまあそういう話がまあ出たわけですよね。この動きをこうどう見て、こう今後どういう影響が出てくるであろうか、日本含めてというのはそこら辺どうかなと。一つ目は多分同じ認識なんですが、やっぱり安倍政権ができて外務省の姿勢もものすごい変わりましたので、それ以後特にさらに第二次安倍政権でもっとなりましたので、完全に我が政権は一貫してるとか言ってますが、一貫では全くなくて、立場も変わってるし主張内容も変わっているし、まして開き直り拒否の姿勢は完全に固まってしまったので、2001年当時と安倍政権以後とでは全然違うんです。その中で NGO に対して外務省の人権人道化が接する姿勢、もう個人的にという問題ではなくて、やっぱり政権としてできないということがあって、なかなか情報ももらえなかったりとかですね、そういうのはあります。それから2つ目の方は、これはまだまだいっぱい動くと思いますが、おそらくやっぱり国際刑事裁判規定とダーバン宣言を乗り越えることは難しいので、それを使って、まあ、フォローアップダーバンという議論を使いながら、なおかつ西欧諸国が一定の謝罪をして経済協力に応じるっていう姿勢を示してきたので、それに向けてのパフォーマンスをやってる。でパフォーマンスをやってるってことは、まあ端的に言えば経済協力をどう引き出すか、あるいは経済援助の問題、そこで止まらざるを得ないだろうなと思います。やっぱり個別に、まあ英連邦だけではなくて世界中のかつての植民地支配を受けた国々が団結して、国連とは別組織を作って、それがうまく動き出す以外にまず現実的な方法はない。それは無理となれば、今のシステムを前提にやっていくとなれば、やっぱり経済協力だろうと思います。で、その時にどういう算定をするのかというのは本当に難しくて、算定の基準もないのでわからないですね。ただ私が思っているのは、ヨーロッパの大西洋奴隷貿易が動き出したら、インド洋と太平洋をどうするかということがあって、そちらの奴隷貿易についてどこまで言えるのかな。例えばフィジーであれば、インドから
フィジーでイギリスがやったわけですから、そういうところはまあ英連邦の流れで全部動くでしょうけど、それ以外のところをどうやって動かすかっていうのは相当難しいかなというふうに思ってます。まして日本というところではあまり具体的な展望にはならないです。まあでもやっぱり奴隷制だって言い続けて運動するしかないというのがとりあえず私の認識です。すいません、ちょっとあまりいい答えが出てこない。すいません、はい、ちょっと追加でその確認なんですけど、はい、そのあすみません、共産党の国際委員会というところで働きます多分です、ね、パフォーマンス今やってるというのはそれはどっちの側ですか。あいつはそのいわゆる旧植民地支配をした側ですか。それともされた側が個別にやってるんです。された側もその一緒のパフォーマンスと、ま団結して全体で取り組むって形にはなってないんですね。何かきっかけがあった時に声を上げて、いまだに差別があるっていうところまで言うのが精一杯なので、まあ、パフォーマンスって言葉は よくないかもしれませんが、今のところはまだそこにとどまってて、まとまった動きにはなってないんです。それはダーバンのポストダーバンをどういうふうに再構築するかっていうのは国際的にまだ動いてないからです。いや、なんかダーバンを基礎になんかこうやられている話なのかなと。いや、そうなんですが、ポストダーバンでフォロ国連でやってるフォローアップ、ずっと人権理事会のところでダーバンのフォローアップ作業ってやってるんですよ、今でも。だけどそこは、まあ、アメリカもドイツも日本も出てないんです。すでにドイツと日本は途中まで出てたんですが、途中でもうこれはダメっていうことで抜けちゃってるんです。つまり植民地にされた側の中の一部の、理事会で選ばれた国の一部がそこで動いてるだけで、植民地支配した側はもうそこに協力してない、しないとは言わないんだけど出ないんですよ。こういう形になっちゃってるので動きが取れてない。もう一度よろしいでしょうか。そろそろ最後最後すいません、もう天皇制の話になったら結局議論が止まってしまうぐらい重たい問題だということは分かってます。でところでこれだけ2023年に、あるいは今年もそうですけれど、この福島みずほさん杉尾さんたちが証拠を突きつけても政府としてはそれは確認できないで押し通せてきた。これがこの度の衆議院選挙で、与党過半数割れしたと。で野党このあと来年に参議院選挙が落胆したらまた勝てるかなとかいう、今朝もそういう院内集会で講演を聞いてきたんですけど、そんなに生優しいものではないと思うんですが、こうやってもうバラバ本当につながりがあやふやな野党連合でこの持っていけばですね、何かこの国会決議とか国家責任をめぐる問題について、来年は日韓条約の60年でもありますから、この洗い直しをしようとか、そういう兆しは起こり得るのか。で、まあ、天皇制は横に置いといても、先生の見立てではですね、こういう形で持っていけばこういう野党の力成長を通してこの決議をするとか手続きを経れば、植民地問題に対して日本は変わっていく一つの小さな突破口ができるかもしれないという、そういうシナリオなどは先生は思い描かれるんでしょうか。いや具体的には思ってませんけど、まあ、やっぱり80年60年というのが来年ありますので、いろんな方がすでにおっしゃってると思うんですが、どこでどうまとまってその取り組みができるのか、なおかつそれを国会のレベルにどうやって乗せていくのかというところは私もまだ考えてはいないです。ただやっぱり議論はしていかなきゃいけないので、これからというところですかね。すいません、まあ、でもやらなきゃいけないですよね。はい、すいません、かなり予定の時間をオーバーしてますので、今日は以上にしたいと思います。どうもすいません、皆さんご協力どうもありがとうございます。